今回はヘルラ要塞の補足になります。まず下のグループについて、タンクは下に入り半々で分かれてから雑魚戦をこなす。下の避けだ、ロックの戦い方は、タンクが激怒するウェルワをキープします。DPS はボスに集中攻撃。ヒーラーはタンクのリソースを注意しつつ回復。ウェルワは時間が経つとだんだん巨大化します。最大になると結構きつくなる。その時はボスに巻き込んで倒すと良い。これが最大かな。ウェルワを巻き込んで倒すとボスが蘇生しに来ます。移動しまくるので固定して範囲を当てにくい。蘇ったウェルワはしぼむのでもう一度タウントして離すよ。時間がかかればかかるほど巨大化したり数が増えてきます。4匹になってる。倒れるたびにタウント切れするのでかけ直すことと、それだけ数がいてガードしているとリソースがなくなりがちになる。この繰り返しですね。これは5月くらいのヘルラなので現在どうなのかわからないですが、タンクが一人でやる場合下にタンクが入り、上はなしでやってましたね。ボスを倒すと雑魚も消える。上のタンクなしバージョンも少し分身するよ。気高い。めちゃくちゃ弱くなりました。耐久が減ったので注意するのはメテオ攻撃だけです。広がる円に合わせてガード、もしくは避けます。炎は近い人がバッシュしつつ。このメテオをまともにもらうと DPS は倒れやすいかな。バッチする炎の回転攻撃とメテオくらい。ほんと簡単になったのでこれといってタンクもいらないと思うし語ることもないですね。ヘルラ補足でした。あと攻略があるとしたらハードだろうけど。ヘルラのハードは難しいと聞く。がっつり練習する時間かな。いずれやる時が来たらアップしますね。それではまた。あれ？待てよ。笛を吹いたということは敵が一斉に襲いかかってくる。ガーゴイルは本来話しておくのが常なのでガゴだけタウンとして話すのむずくね。やべえぜ。めっちゃやりにくいぜ。ちょっと焦っているぜ。せっか。かつてないほどのカオス。大暴れしているんだぜ。よし、取れたか。しまった、いらんやつが来た。いいぜ。何？
ステッカーからの吹き飛ばし。おわあ、グッハ、見事すぎる。